皆様おはようございます。本日は9月13日、時刻は6時を少し回ったところでございます。ただいま私は JR 西日本大阪駅にいます。2日前の金曜日、京都駅を華々しく出発したウエストエクスプレス銀河、出雲市までの運用を果たして、まもなくここ大阪駅に帰ってまいります。かつては数々の九州からの寝台特急を受け入れてきた大阪駅、そんな伝統ある大阪駅11番乗り場に、ただいま117系7000番台特別急行ウエストエクスプレス銀河号が参ります。前京都駅での出発を見送っただけに、お帰りと声をかけたくなるような、そんな心情になりました。エスカレーター付近での撮影でしたんでね、注意喚起音声がお気になられたかもしれませんが、ご了承お願いいたします。それでは乗客も降車しまして、少し停車しているみたいなので、出発まで車両観察をしていきましょう。編成は一番後ろの車両から1号車2号車の順になっています。まずは1号車、黒116の7016号車、グリーン車指定席、ファーストシートになります。プルマン式寝台を彷彿させてくれる座席。こちらね、あくまでも座席車に寝台機能がついた形になっております。窓際についてるランプシェードが、なかなかいい味を出してくれていますね。次は2号車、モハ116の7036。普通車指定席車となっています。少し窓が小さい手前のガー窓3つ分がリクライニングシートの座席になっておりまして、その奥の大きい窓の部分が伸び伸び座席クシェットとなっています。この車両は全車両女性席となっています。この開放式 B 寝台を思わせる伸び伸び座席、現在に残る B 寝台ですがね、ここも座席扱いとなっております。こちらは3号車、モハ117の7036、普通車指定席車となります。手前のスペースはフリースペースとなっておりまして、明星と名付けられています。窓からね、明星のヘッドマークが見えますが、こんなところにもね、寝台特急を運転していた鉄道のプライドを感じます。こちらは普通車のリクライニングシートの座席。その奥は丸い窓が印象的なコンパートメントとなったファミリーキャビンになります。窓が鏡状態になってしまって、車内の様子がね、ちょっと分かりにくいですが、ここには個室が2室並んでおります。次は4号車、モハ116の7032号車になります。1両丸々がフリースペース優勢となっています。車内は遊び感覚がいっぱいで、この車両がね、昔京阪神の新快速で阪急、京阪、阪神と競争し、しのぎを削っていた車両だとは、とても想像がつかなくなってますね。ボックス席のテーブルに置かれたコロナ感染拡大防止のためのアクリルパーテーションも、寝台特急のヘッドマークでソーシャルディスタンスを促しています。次は5号車、モハ117の7032号車。普通車指定席で、全座席、伸び伸び座席、クシェットとなっています。あくまでも座席扱いとなっておりまして、昔の寝台特急開放 B 寝台のような重厚感はありませんが、鉄道マニアなら憧れる空間ではないでしょうか。
かつて美寝台のベッドについていた四角い読書灯が丸になってもきちんとついているところがね、面白いですね。最後は6号車黒117の7016号車グリーン個室とフリースペース水星が設置されています。残念ながらね、車内の照明が消えてしまい、車内の様子がね、見えなくなってしまいましたね。下り銀河は京都発ですが、上りはここ大阪駅で終点となります。これからウエストエクスプレス銀河は向こう町へ改装されます。その出発シーンをね、ご覧いただきながらエンディングとさせていただきます。本日もご視聴いただきましてありがとうございました。またのご利用をお待ちしております。秀急行チャンネルではコメントや評価、チャンネル登録をお待ちしております。チャンネル登録は画面中央の丸い枠をタップするだけです。ありがとうございました。